20日、はい、20日だ。皆さんこんにちは。2011年5月20日土曜日、再放送は月曜日、時刻は11時を回りました。アサミビクトリアシーザデイ、担当はチャーリー・ユニ、アサミビクトリアノンです。この後50分生放送でお送りします。ゴッホの描いた油絵で空が青くない風景画に出会いました。じーっと見つめていると、赤や黄色、緑などのいろいろな色が複雑ににじみ合っていました。でもなんだか青の仲間の絵の具で表現するより、その方がずっと空の青さ、広さが伝わってくる気がしました。皆さんに伝える言葉がそんな風に直接的じゃなくても、深く胸に何かを感じさせるものであったらと願いたい。そう、ゴッホの絵のように。沖縄県北谷町 FM 二来から生放送でお送りしています、アサミビクトリアシーザデイ。この番組のお便りは fm79@fm-nirai.jp、 FM 二来のホームページからリクエストを検索し、アサミビクトリアシーザデイ、または私、あのトラック見ましたの母の子です、ビクトリア。長いな。考えなくていいのに。長いな。当てにお便りです。それでは番組の最後まで一緒に聞いてください。もし私が沖縄ではなく、どこか別の土地に生まれ育っていたら、皆さんに言葉を伝えることを仕事にしていただろうかと思うことがあります。普段何気なく使っている言葉、私にとって言葉を伝えることは仕事というよりも生きることすべてにつながっている感じがして、それは私が沖縄で生まれ育ったことと深く結びついているように思います。アサミビクトリアのスインスタデイ、ランチの前のひととき、ちょっと幸せを発見したり、幸せの兆しを見つけてほしいという思いを込めて番組を送ります。この後11時50分まで生放送でお聞きください。はい、5月20日ですね。確かめないで。バレた、バレたぞ。そうなんです、今日は5月20日、もうね、あと10日で終わっちゃいますね。5月、早い。すぐ半年経っちゃうんでしょうね、2017年も。はい、5月、今日何週目、3週目ですね。です、はい、5月3週目、ノンズセレクト、はい、はい、のさん紹介お願いします。はい、じゃあ今日のノンセレクトはベスハートで With You Every Day です。曲流した瞬間、チャーリーさんの声がめっちゃ入ってます。声入ってたよね。全然気づかない。再放送って爆笑してた。怖いみたいな。じゃあ、私、くるくるくる、来たみたいな。この後。あ、再放送でいいね。確かめられるよね。あ、そうですね。私、いつもそれ聞いて。やってます。もうこれと、たまに川口さんのが5時から始まるから、うんうん、ちょうど勤務時間終わって、あの職員室で聞いてるみんなで、うん、あ、みんなっていうか隣の職員、私もなんか仕事中は聞けないんで、うんうん、あーと思って、その早めに出た時だけ移動中聞きながらとかやってます。あ、そうそう、いいな。火曜日やってるこのラジオは YouTube とか、うん、アベーマフラッシュでデータが残るんですよ、動画と一緒に、うん、それで声だけじゃなくて、なんかあんたこの時気抜いてるねとかめっちゃ確認しない、動画でも残る、動画も残るんですよ、ずっと残ってるの、過去も。 YouTube はずっと残るんですけど、アベーマフラッシュっていうアベーマ TV のものは、うん、多分残ると思います。え、アベーマ TV、 アベーマ TV、 あのユーストリームみたいな感じです。最近なんかいろんなのがあるな。本当ですね。
何だったかな、アブ、アベ、何だったかな、アベ、なんか民泊があるの分かる、エア、アビエンビ、あ、それそれそれ、エアビエンビ、な、何、エアビエンビ、エア、アプリ持ってますよ、エア、何、BNB、エア BNB、B、そうそう、エア、それをさ、なんて呼んでたのかな、オリジナルな、なんか知り合いが民泊やってて、それで通訳とかしたんですよ、それでアプリ入れてて、沖縄結構多いですね、民泊、本当に那覇とかでマンションでやってる人とか、書きます？エア？エア。BNB 単語は AIR が AIR BNB はもう本当に ABC の B, B MN の N, N B, B はい AIRBNB BNB B エア結構終わり、あ、これ結構早いんですよ、3分ないですそういうの今日のノンズセレクトは Beth Hart で With You Every Day。 提供いきましょうか、早いですね、今日はいきますこの番組はオリジナルプリントウェアマトエンタープライズ、戸口スポーツ、ジャンボステーキハンズ、ブーランジェリーアテットの提供でお送りいたします。これからこのパターンでいきましょう、提供まで行ってこれでいきましょう。エア BNB BNB 自分さ、これエアビンビ、うん、ビンビ、ほら、あ、あビンビ、ビン、ビンビ、ビンビ、 BNB でしょ、そうですね、めっちゃ略してるよな BNB を and N に略してます、これでしょ、そうです、そうです、エアビン、エアビンビ、エアビンビ、ビンビ、何かな、エアビンビって思ってた、あー、シャレードっていう車が前あって、シャレード、初めて聞きます、うん、シャレードはこれ、シャレード、シャレードってダイヤつかなくなった、自分これチャーラディーって呼んでたチャーラディーってなんかインド人みたいな名前ですね、これ、うん、あ、ディー、あー、皆さん、今日も朝からエアビンビーじゃあ理由です関係性がわからない皆さん知ってました、おい、一応知ってはいました、知ってました、はい、ノンさん知ってました、知らないです、知らないですよね、あの単語のスペルで言うとエアね、空気、うんうんうん、AIR で単語の BNB、 はい、アルファベットの BNB、うん、自分これエアビンビって言うんですよ何かなみたいな、でも多いですよね、英語はやっぱり簡略化っていうか、いかに短く伝えるかなので、はい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 、文章とか起こすときも、うん、まあ、若者言葉みたいな感じで、うん、数字と英語を入れて略するときもありますしね、うんうん、難しいですよね、なんか特に日本語と、うん、その外国語をごっちゃにしたりとか、うん、あ、例えば、例えば、例えばですよ、うん、最近これが解禁になったっていうので、はい、サザンオールスターズの津波、はい、はい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 、津波って日本語じゃないですか、うんうんうん、世界各国語になってるんだけど、はい、3.1 違って、うん、この歌が少しやっぱり自粛するっていう動きがあって、あ、なるほどね、やっぱり津波っていう言葉を聞いただけで少しね、うん、トラウマ的なものが出てきたりと、でも最近少しずつそれが少しずつ徐々に歌詞からこうみんな入っていって、はい、いい歌だねみたいな、あ、なるほど、
津波ね。空手とかもそうですよね、うん、あれ世界共通の言葉ですよね。空手あれもあるよ、ありますよ、あのチュファーラ。チュファーラ、チュファーラ、方言ですよね、沖縄方言ですよね。まあ、なんかいっぱいとか言ってごちそうさま、うんうんうん、これは中国語のチュファーラ。え、はい、中国語なんですか、本当ですか。中国山の違う、なんかチャーリーさん、え、なんでもないですちょっとあまりにできすぎてるとチュファーラ、はい、北京語の方ですか、広東語。北京ですね。北京、まあチュファーラどこでも通じますよね、これだけは。そうなんですか。北京、それからあの沖縄と関係のある福州、福建省。あ、はい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 、はい。台湾でもチュファーラって言ったら、OK、通じました。台湾行った時。通じます。へえ。不思議ですよね。不思議。ね、言葉ね。言葉ね、1日に2700のワードが普通使われているそうですよ、うんうん、ワードってあれですよね、あーとかかとかじゃなくて、そうそうそう、おいしいとか、あ、それも、あーとか、はーも、あーも、あーそうか、はーとかため息とかが、まあ、おはように始まり、こんにちは、何してるとかっていう、その言葉をだいたい平均すると2700、日本人、まあ、世界共通的に使われているっていう。すごい。2700でしょ。1日に。1日。今なんか待ってなかったから。1日に。1日に。わあ。でもこれって一人ごと喋る人とかはもっと倍ぐらい喋ってますよね、多分。ああ、一人ごとなんか喋ります。私よくマネージャーに言われるんですよ。喋って。一人ごとが多い。なんか危ない人っぽくない。ですかね。一人ごとね。一人ごと。あ、そうそう、自分で喋ればいいんですけど、周りを巻き込んだらダメじゃん、ダメっていうか、なんかね、気を使ってしまうみたいで、やっぱ反応しちゃうっていうか、まあ独り言かどうかわからないんだけど寝言っていうのもあるでしょ。寝言ありますね。 うち娘寝言で笑ったりするんですよ。ああ、めっちゃあります、めっちゃあります、でも寝てる本人そんなにわからない、気づいてないんですよ。寝言あります、のんさん。なんか昔自転車漕いでたって言われました。違う、寝てて、うちのお姉ちゃんが、はい、私を見たら、へーってやって、仰向けになって、足こうやってぐる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 してたから、お姉ちゃんが、のんちゃん何してんの？今ね、自転車漕いでるのって言って、笑いながらこうやって、すごい、それ幸せだね。ね、幸せな夢。で、なので、ちなみにどこに向かってたんですか？わかんないけど楽しそうだったみたい。のんさんが自転車こいでる乗りますよ、自転車乗れるよ。あ、乗れるのはわかるんですけど、なんかイメージが今ね、なんかドレスとか着てるので、いや、これでは乗らないけど。当時はどういう洋服で乗ったんですか。普通に、普通な格好。あ、制服とか。あ、そうだね、制服。ああ、普通にあの、なるほど、そうびっくりした。ね、眠って自転車こう、面白いですね。ねえ、自転車こいでるの、うんうん、あの自分の知り合い、うん、中学校の時にね、うん、とてもこの霊感の強い出た系の女の子がいて、出たで、うん、ある時ね、うん、そのお姉ちゃんが受験勉強、受験生ということで、うん、はい、でこう2段ベッドでこう寝てたらしいんですよ。で下でこう、まあ、2人姉妹で、うんうん、同じ部屋でね、2段ベッドで、でお姉ちゃんはもう受験のために夜中こう机で勉強してたから、うん、ちょっと眩しいから、まあ、妹は、まあ、上の方で寝て、2段ベッドね、で下はお姉ちゃんという設定だったんだけど、はい、パッて見たらまだこうお姉ちゃんが、ね、電気スタンドでこうカリカリ勉強してるらしいんですよ。お姉ちゃん頑張ってるなって、もう時間見たらもう2時過ぎぐらい、はい、やっぱり受験、自分も3年生だったらこうするのかなと思って、ちょっとトイレ行きたいなと思って階段降りたら、ほっと見たら下でお姉ちゃんが寝てるんです。もうやめて、マジでそういうの。と思って怖い、怖いよ。トン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 って言って、また霊感の強いおばあちゃんに、まあ、沖縄でユタって言って、はいはいはい、もうなんか霊的にお祈りをしたり、うん、そのなんか魔除けみたいな感じの方がいて、そのおばあちゃんもそういう家系だったら、ちょっとおばあちゃん、姉ちゃんが2人になってる、うん、そうね、あんたのお母さんもそうだったよみたいな、マジかみたいな、言って、じゃあんた出ときなさい、おばあがうとうとするからって言って、まあお祈り
類かなんかみたいなことをしてね、はい、一つに収めたっていう話がね。どういうことですか、体から魂が離れちゃったんですか。そう、もう勉強したいっていう思いと寝たいっていう思いで、なんかこう二つに分かれたみたいな。それが見えるんですね。まあ、見える人らしいんですよ。なんかいますよね、なんか。え、すごい。僕そういう全然見えないんですよ。うん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 、全く、うん、本当に、うん、でも昨日もう怖くなってきて、昨日車運転してたら、もう反対側からマスクかけて白いドレスの女性が歩いてきたんですよ、うん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 、チャーリーさんに向かって向かって、なんでちょっとやめてって言って、うん、一般市民だったんだけど、ちょっと考えてって言って、一応本物の人間だったんですか。本物の人間、びっくりした、びっくりした、何かと思った。もうね、久しぶりに白いドレス着た女性見ました、ね、コンバーセーション、あの会話はあったんですか。まあ、なんかスマホしてました。びっくりした、まあ、あの世の方でもスマホするのかなと思いながら後見て、すれ違いざまにちょっと目だけアイコンタクト送って行きましたけど、まあ、世の中いろんな不思議なことがね。そうです ね、ヒヤッてしちゃいますよね、はい、まあ言葉ってそれから言うとねたくさん使われてる、はい、わかりますか、うん、今日メール来てますので、ね、わ、ありがとうございます。レピーやった、はい、やった、うん、ではですね、いつもありがとうございます。読谷の空さん、はあ、読みます、はい、読谷上空、あ、シーザデイ、読谷上空曇っていますが晴れです、うん、梅雨に入ってますが、うん、明日は涼しく気持ちがいいです、うん、今日も元気が出る放送を楽しみにしています。ありがとうございます。最近ビクトリアさんの風の回廊が聞けないのが少し寂しい。チャリさん、ビクトリアさんのさん、ラジオ頑張ってください。ありがとうございます。そう、ユミタンのソラさん、あのね、いつもギリギリまで喋ってるんですよ、私たち。あ、今日は大丈夫ですか。あ、大丈夫ですよ。じゃあ40分目だね。はい、ね、そうですね。ちゃんと行きますので。そう、タイムキーパーしないとね。あれ、なんかもうジングル流れてるとか。あ、そうそうそう。終わってるみたいな。そう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 。だから再放送だけど途中でぶっなんか切れてしまってるとかあって。すみません。ちょっと時間配分気をつけます。はい、続いて。はい。ラジオネーム。ソイ。ソイ。ソイ。大豆。豆？豆？ひらがなでソイって書いてます。ソイ。ソイ。アサミ、ビクトリア、シーザーデイ。チャリさん、ビクトリーさん、ノンさん、初めまして、クラフィーリスナーのソイです。メール噛まないでください。はい、ソイです。ソイです。こんにちは。こんにちは。ゴールデンウィーク、子供たちが次々とインフルエンザにかかり、ずっとヤーグマイしていました。あ、キジャビヨイ。まあ、そのおかげで、どこにも行けず、うん、家計には優しいゴールデンウィークでした。節約ね。今は全員完治し、私にもやっとゴールデンウィーク。さつき病どころではありません。スマホから聞こえてくる3人の世間離れしたおしゃべりに世間離れってどう別気分も吹っ飛びました。特に先週の空手の小学生は息子たちと同級ぐらいだったので、あ、じゃあ、うちも何か体を鍛えるものを始めようかと思いました。いいですよ、ね、何か始めて、うん、それとあの選曲オープニングは大人の雰囲気を土曜日のばっかりな、いきなりジャッキーです。もう超爆笑でした。ちょっとあれはね、衝撃でしたよね。ね、うん、間違えてね。空手っぽいっていうことね。そうですね。そう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 。もう、旦那が、え、何笑ってると突っ込まれました。取り留めないメールですみません。でも、ドリの気持ちを返させてくれた、本当に楽しかった先週の週末。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。嬉しい。まさかね。そうですね。ギャップがありますね。うん。琥珀饅頭。あ、こんにちは。じゃ、ビクトリアさん、顎治った。治ってないの。あ、そうだった。シーザーで。うん。っていう。え、だけ？先週のプロジェクト A のテーマサンタラを聞いて思わずツタヤにジャッキーチェーンを借りに行きました。本当ですか。それにしてもジャッキーすごいな。あ、ビクトリアさんの優しい声で始まる風の回廊、最近ないのでリクエストします。あ、そうだそうだ。この後楽しく楽しみに。おー、ありがとうございます、うん、本当に DVD 見に行ったのかな。ね、おすすめですよ。
うん、楽しい。ジャッキー。ジャッキー。すごいでしょ。うん。あの人はね。ね。カリスマですよね。うん。ね、あのさっきあの話してたんですけど、うん、心に残るスピーチ。うん。はい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 。うん、僕は、うん、あのマーチン・ルーサー・キング牧師。キング牧師ね。なんか英語の授業で必ず触れますね。触れますか。うん、はい、あ、そうだな、アイハドリーム、yes. あれはなんか良かったですね。あれはね、なんか染みましたね。染みます染みます。ビッキーは、私ね、思い出に残るスピーチはあのオバマ大統領の就任前の演説と、うん、でミシェル・オバマ、オバマ大統領の、まあ、ファーストレディーだった、うん、あのミシェル・オバマファーストレディーの一番最後の演説、うん、ああ、じゃあ最初と最後ですね。最初はオバマ大統領プレゼント、はい、で最後はファーストレディーのミシェル・オバマ。ミシェル・オバマさんは本当にこのあのアメリカ国民の子供たちの給食とか、うん、そういうものにすごく力を入れてて、あ、いいかもしれない、うん、やっぱりアメリカってすごいジャンクフードの文化が強いなって思うんですけど、彼女は本当にこの給食の、うん、例えばミルクからもう本当に細かい部分までこだわって、ちゃんと食の安全っていうのを子どもたち届けようって一生懸命だったんですよ、うん、あとは女性のその権利とかっていうのもあって、一番最後の演説で本当にもう涙ながらに女性の皆さんに強いメッセージを残してくれて、素晴らしい方でしたね。バラエティにも出てましたし、何回かいい、ね、うん、どうしてますかね。今でもやっぱりそういうこの活動はまだ続けていらっしゃるみたいで、新しいこのアメリカの政権と給食とか、そういう今までミシェル・オバマが訴えてきたものがだんだん消えていきそうになっているので、うん、そこを今一度アメリカ国民に問いただしているって言ってました。いいな、いいですね。大変でしょうね、うん、でもファーストレディーって、大変そうですよね。とりあえず大変そう、うん、今回あのーまあ、プレジデントではないんだけど、はい、天皇家の、うん、秋篠宮、あ、はいはいはい、殿下の次女、うん、はい、次女でしたよね。紀子様でした。紀子様、佳子様、佳子様じゃなくて紀子様、佳子様、紀子様まあ次女ですよね、はい、ちゃんと調べとけって感じですよねなんか婚約されて、そうですよ ね、 ね、おめでとうございます。そういうのはね、皇室のものでこう見てきたんだけど、あの、はい、なんか王位継天皇家の継承っていうものを見たんで、なんか新聞になってて、はいはいはい、それ今の昭和天皇、はい、それから2番目が秋篠宮殿下、はい、でその3番目に今10歳の男の子、長男のね、あ、はい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 、のがね、大変ですね。だって王のどういうか世界なんですかね、なんか予想ができない、できない、うんうん、でこれ自分なんか系図が出てたんですよ、新聞に、はいはいはい、その昭和天皇がいて、うん、三笠宮、それから高砂宮、うんうん、まあ、そういう名前がいろいろあって、うんうん、その家系図を見たら、うん、ほとんどが女性なんですよ、はい、で唯一秋篠宮さん の、 あの長男さんが男の子なんですよ、はい、そうなんですね。そう、全部女性、女性で、なんかすごく意外、なんか意外なですよね、うん、なんかね、うんうんうん、時の何かいたずらか何かは知らないんですけど、うん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 、これで全部女性だったら、もうあの女性の、まあ、天皇が出てくる話もね、多分出てきたと思うんですけど、でも過去にね、女性の天皇出てるじゃないですか、あ、日本でですか、水戸天皇とか、あー、え、超懐かしい感じが出てきた、今ポッて出てきた、はいでもあの天皇家ってね、うん、これ家系図がずっとわかるじゃないですか、うんうんうん、その中には、うんうん、ほらなんか暗殺とか殺し合いも出てきてる、やだ、それがまじまじと歴史の本に載ってるわけよね、うん、あ、親戚類のあれが、はいはいはい、これってすごくない、なんかいいですね。あります、お家の家系図とかって。ないですよ。ないですないですよね。ないない、それがあるのは日本とか、あのイギリスのビクトリアとかエリザベスとか、あの、あ、あ、王家っていう感じですかね、
あのオーケー見ていくと、ね、あのフランスでもルイ何世、自分のおばあちゃんなんか公主権になったんだとか、あのマリー・アントワネット、マリー・アントワネットね、すごくない、自分のおばあちゃんがこんな死刑になった話が分かる、残ってるってすごいですよ ね、すごいなって感じますが、何の話をしてるんだ、メール読んで、メッセージです、よく覚えてますねすごいいや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 、ノンさんなんか心に残るメッセージってあります、メッセージというか、まあ普通に父親の言ってたことは結構覚えてるかなって感じ、なんかちょこちょこ言うじゃないですか、身近で、いろんなことを、のんをこう心に残る、すごいお下品なあれなんですけど、何ですか、気になるぞ、言えなかったらその場でピーって言ってください、あの かぶせるように聞いててくださいよ、私多分ずっと聞いてるかもしれない、よく寝る前にかけてくれる言葉があるんですよ、はいはいはい、で父親が先に寝るから、あ、そっか、そうそう、父親なのか先に寝て、私とお姉ちゃんの方が起きてるので、あのベッドに行く前に、おいお前たちも早く寝ないとダメだぞって、歯磨いて、あのドリフみたいに歯磨いて、屁こいて、クソして寝ろって言って夜に、そう夜に、しかも娘2人に向かって、その3拍子、歯まではいいですよ、歯まではいいですよ、その後の2個、そう、あの封もしなきゃいけないってなんで夜しないといけないか分かんないけど、面白い、あ、でも体を清潔にしろっていうことかもしれないですね、嫌なものを外に、もう出すのは全部出してから眠ってねって、気持ちよく寝なさいねって、うん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 、はい、ってますというようなことか、それ歯ぐらいに抑えいたらね、でもちゃんといいことも言ってますよ、いつも言ってます、でもふと今振られて、それしか、それが急に頭に浮かんだから、他のいいことを忘れました、なるほど、すいません、面白い、僕もう一つ、はい、チャーリー・チャップリン、ああが彼、1889年の4月16日生まれで、亡くなった日覚えてます、チャーリー・チャップリン、はい、僕チャップリンが、チャップリンが生きてた時代に僕も生きてるんです、1977年、あ、そんな最近なんですか、はい、マジ、1970年です、12月25日にチャップリンはクリスマス亡くなったんですけど、おいくつだったんですか、はい、年はいくつぐらいだった、ね、77、11、88、本当に結構じゃあ長生きされたんですね、長生きされてるんですよ、で彼のですね、ファンがその遺骨をお墓に埋められたお墓のお骨をね、取るという事件まで発生したんですよ、あまりにも相当なファンがね、このチャップリン僕も好きなんですけど、独裁者っていう中でですね、チャップリンがまあ監督、制作、脚本を務めているんですけど、アドルフ・ヒトラーのナチスチズムを風刺したまあテーマなんですけど、独裁者で、当初独裁者の最後は戦争が終わってユダヤ人と兵士が手に手を取って踊るっていうものだったらしいんですよ、最後平和的にね、また中国と戦争していた日本も爆弾の代わりにおもちゃを落として中国との戦争を終わるという設定だったらしいんですが、チャップリンはこれでは独裁者に対する怒りを表現できないということで、台本を変えて最後の6分間の演説を彼自身がすることになった、一番の強烈なシーンですね、でこれが映画史上チャップリンが行った感動的なスピーチとして、まあ、いろんなところでね、言われているんですが、まあ、YouTube 等でこのスピーチの全文が載っているので、またぜひ、ね、皆さん見てみる、見てみてくださいね、いますね、はい、はい、それでは、チャーリーズセレクト、今日の曲はジョン・レノン、イマジン、
の風の回路をオードリー・ヘップバーンの名言にしようかなと思ったんですけど、うん、キング牧師の演説少し触れた方がいいですか？あ、いいよ。どっちがいいですか？中にキング牧師のスピーチの中でもお気に入り の, そのシーンっていうのがあるので任します。どうしよう、せっかくね話題に出たからキング牧師やろうかな。任しますよ。はい、来週オードリー、はい、うん、ジョン・デノンでイマジン、このイマジン の,、うん、はい、あの1番目の歌詞の中に、うん、Living for Today っていうのがあるんですけど、ただ今を生きるみたいな感じの部分と、この See the Day、うんうん、最初 See the Day っていう番組を聞いた時に、はい、パッて思いついたのがこのイマジンの歌詞の中に出てくる Living for Today っていう、あ、これなんか知らないんだけどパッて入ってきて、うんうん、でこれいつかかけたいなと、あー、うん、ありがとうですね、はい、思ってたんです、うん、まあ、イメージ See the Day とこの Living for Today と、まあ、Lent っていうミュージカルにも No Day But Today っていう言葉があるんですけど、やっぱりそれも、うん、今日という一日を精一杯生きるっていう言葉に似てるので、うんうん、そうですね、目の前にあるものから丁寧に生きる、生きていくっていうのは、うんうんうん、なかなかなんか流れていきそうなんですけどね。そう、そう流れていきそうなんですけど、うん、なんかね、例えばさっき の, あの、はい、映画とか、そう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 、チャップリンの映画とか、はい、なんか人の人間模様とかこの歌を聴いていて、うん、なんかそういった今っていうのをとっても感じるようになってるんですけど、うん、あのたまたまですね、あの、うん、音楽の先生とこう話をする機会があって、はい、そしたら今中学校で音楽って、まあ、大体平均すると週1回なんですよ、うん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 、中学時代、うん、週1なんですよ。少ないんですね。少ないと思いません、うんうん、この音楽ってこの世界共通でしょ、まず、うん、確かに確かに。で何か落ち込んだ時とか、うん、なんかこうテンションがこう下がった時、へこんだ時なんか、うん、曲を聴くとそれで気持ちがこう和らいだり、あるいはやる気を出る時にその自分の曲っていうのがあったり、うん、それからモーニングミュージックってこれをかけながら何かしたらこう気合が入るっていうの
するわけですよ。それなのに、うん、音楽の素晴らしさを教える時間が週に1回しかないっていうのは、うん、なんかおかしくない？なんかちょっと今日、うん、なんだろうちょっと分けて考えてる人も多いんですかね、教育と音楽っていうのも、うんね、なんかしかも日本人が日本の曲を聴いて歌詞から元気をもらうこともありますよ、うん、逆に例えば他の国の民族のその文化的な音楽聴いた時に言葉は分からないけどなんか生きる力をもらったりとかってあるので、やっぱルーツは一緒なんじゃないかなって私も思います ね、イマジンもそうだよね、うん、なんかこの中からなんかあなんか心落ち着くなとか、うんうん、なんか平和って簡単に言ってるけど、うんうん、なんかそれの言葉からなんていう歌ってるんだろうとか、うんうん、でこの人はどういう気持ちで歌ってるのかなってそこからその知ることができるじゃないですか、うん、そうです ね、うん、言葉単体よりもこの音楽とかダンスとかっていうちょっとした表現が入ることで、ね、言葉だけでやっぱ伝えられないものってあると思うんで、ね、それになんかいいエッセンスになるのがまた音楽でもあるなっていうのが、で世界が共通してやっぱり何か楽しいこととかお祝い事とか何かの時にその曲をかけてみんなで一つになる一つのなんかアイテムが音楽じゃないかなと思ったりもしてですね、まあ、イマジンかけましたが、はい、まあ、沖縄県が今年本土復帰45周年ということでいろんな思いもある中でですね、こういったものが一つずつ進んでいきますが、そういった言葉とかいろんなこの平和に関わるアイテムというものをもう少し振り返ってみるのいいかなと思いました。そうですね、はい、それでは、はい、読谷のしなさん小学まんじゅうさん今日はありますあなたの町の風の回では浅見ビクトリア風の回をよろしくお願いします、はい、海で森で生まれた風が私の肩をふわりふわりかすめ過ぎてゆく。見渡せば緑の波がささやき私たちを応援している。久しぶりの風の回廊ですが、今日はちょっとお話にもあったキング牧師の演説の中からですね、うん、あるワンフレーズをちょっとご紹介したいと思います。マーティン・ルーター・キングの演説で I have a dream っていう演説があるんですけど、結構全文やっちゃうと時間がねあれなので、その中で私がもう毎回このキング牧師の演説を、まあ、英語で勉強しているときにすごく心に残ったものを英語と日本語で紹介したいと思います。まず英語バージョンからいきます。 I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character。 私には夢がある。それはいつの日か私の4人の幼い子供たちが肌の色によってではなく人格そのものによって評価される国に住むという夢である。 I have a dream today。 今日私には夢がある。彼のこの演説の中ではアメリカという国がこれからどういう国になっていくべきだっていうものを歌ってるんですけど、いろいろまあ自然のことだったり、まあ、当時は黒人差別っていうのもすごく強かった時代ではあるので、うん、ただこの演説の中で自分の子供たちがいつの日かその未来、自分の未来じゃなくて子供たちの未来はもっともっと輝かしいものになってほしいっていう演説で、なんかちょっと自分の中では自分が生きにくいからこう社会をこうしようっていうのではなくて、子供たち孫たちの世代がもっともっと楽しく生きていけるような社会になるべきだっていう話をしてたこのキング牧師がですね、本当に国民のことを考えてたんだなって、特に肌の色とかそういう外見的なものじゃなくてしっかりとその子供たちの内面が評価されるような国に、まあ、今のアメリカがどうこうとかっていうのは私からは言えないんですけど、でも当時本当にこの彼のメッセージによっていろんな人が勇気づけられたんじゃないかなって思いますね、うん、はい、今日の風の回廊キング牧師の演説 I have a dream をご紹介しました。はい、はい、うん、なんかね、うん、いいメッセージですよね。そうですね、
たまたま私も最近あの北部に、はい、北部で、うん、あの青森を、うん、あの100年、もう100年先もこの青森を保管していこうって活動されてる方がいるんですけど、うん、島袋さんっていう方、うん、この方もやっぱり自分たち、例えば今自分が青森を貯蔵して100年後って自分いないかもしれないわけじゃないですか、うん、それっていいんですかって話したら、いや孫たちの世代にもこういうの残していくべき文化であり大事な、うん、あの資産、資材、なんていうんですかね、財産、財産、自分たちが生きてるよだけじゃなくて、その後世にも伝えられる何かを残していきたいっていうことってすごい私からしたら、なんだろう、すごくなんか本当に心に余裕があるっていうか、そこまで先のことを考えれるってすごいなって思って、私みたいな24歳の若造がね今何ができるかって考えたら、何かを残すっていうよりはやっぱりそういうものをいっぱい吸収して、もっともっと大人になって子供が生まれたり孫ができた時に、じゃあ今まで自分が人生で培ってきたものから何を残していくかっていうものを考えるためにも、今はどっちかっていうと吸収吸収吸収に重きを置いてるので、そうだね、そういう大人になりたいなって思いましたね。僕も吸収ですよ、まだ。おお、まだまだ。おお、私はチャーリーさんとノンさんからも吸収してますけど、もう吸収し、死ぬまで吸収しかない。スポンジ、そう、スポンジなんです。そうそうそう。ああ、なんかそれを感じるときに、この沖縄県って島はね、なんか吸収するのにたくさんのなんか要因っていうか要素っていうのがたくさんあるなと思いました。そうですね、この文化とかね、なんかね、歴史でも、祖国復帰のこの活動の時でも、あの時私のやっぱおじいちゃんおばあちゃんとか先祖の皆さんが本当にもうなんかね、言葉は強いかもしれないですけども、血汗にじむようないろんな運動してきたからこそ、今こうやって私たちも生きてるんだなっても思いますし、そうだよね、そういう人たちから直接話を聞く機会って、もう残される時間ってわずかじゃないですか。だんだんこの薄れていってしまうのをなんとかしないと、やっぱ最近はこう番組とかでも特集されてましたけど、メディアを通して吸収するのと生の声を吸収するのは全然違うなって思ったので、本当に残り時間って言い方するとね、酷な感じはするかもしれないんですけど、この伝えてつなぐっていうのはとっても大切だなって思いますね。やっぱりそれを何だったかな、とてもちょっとブラックな表現をしているのがあったんですよ、はい、歴史なんか学ぶ必要なんかないさって、いうのがあったんですよ、なんかジョークでね、その漫画ですよ、何すんであんなの学んでみたいな、そしたら、バコンって頭叩くんですよバコンって叩かれるシーンがあるんですよ、で、いたみたいな、お前歴史を学ばないんだろうって、何それと関係あるのって、いや、叩かれたっていう歴史、それは学んでいかないと、なんで叩かれたかっても知らないだろう。そう、あ、そうだねみたいな感じ。そうですね、歴史を繰り返すですからね、だからやっぱり、その過去に起こったことを目を向けながら、なぜそういうふうになったのかって、で、その中で最近 SNS を使って無記名でなんかそれを抽象したり、なんか簡単にその物事を解決する言葉の暴力っていうのが多いあるので、とても多い、やっぱり自分っていうものをはっきり出して、でそれが言えなかったら、まあそこまで出さなくてもいいかなって、誹謗中傷とか実際に見て感じて、自分は何々だけどこう思いますっていうふうに出すっていうのが、なんか正々堂々としてるな、今何がかしこもなんかね、無記名でどん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 言いたいことを言う社会ができてるので、でまたメディアがまたそれがを一つを捉えて、そうなんだよねって、やっぱりそうみんな思ってるんだよねって、その一部の意見をみんなじゃなくてね、なんかそういった風潮もこれから改めないといけないかなって思ったりもしますね。言葉の一人歩きほど怖いものはないですね。怖いですよね、責任を持つ、やっ
ぱこういうお仕事をしてるとやっぱいつもラジオ終わった後にああ行ってしまったなとかあるんですけど、思います。そう、多々ありますね。反省会が多いんですけど、このラジオ終わったっていつも今日も多分大反省会なんですけど、はい、でも自分の出す発する言葉一つで、うん、ハッピーになる人もいればはぁってなる人もいると思うので、うん、ちょっとそういうのも考えていきながらこれから、うん、いろんな幸せの兆しを ね、うん、届けていきたいなって思ってますね。はい、5月18日が言葉の日だったので、うん、ちょっといろいろと考えるきっかけになりました、うん、はい、そうね、きっかけにしていきたいですね。はい、この5月15日が本土復帰ということで、沖縄県でもね、いろんな番組をこう取り上げてたんですけど、うん、若者っていうか20代の方がね、はい、こういうことを言ってたんですよ、うん、その沖縄に来て沖縄を全て分かった、うん、で本土に帰っていくっていう、そういった教育の仕方とかプレゼンテーションはやっぱり少し、うん、安易だと、うん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 、なんかモヤモヤをしたまま本土に帰って、うんうん、もう一回何段なんだろうっていう、そのモヤモヤ感を与えるのが自分たちの役割ですっていうふうに、すげえと言ってましたよね。言ってましたね。かっこいいね。これ俺の言葉にしようって。あれ。関係ないとしたらダメなんだよ。モヤモヤってね、考えるって大事ですね。うん、はい。うん、ね。なので、このアサミビクトリアシーザーデーもね、うん、なんかみんなにモヤモヤを与えたいな。1週間モヤモヤ。そう、土曜日の朝からモヤモヤをお届けしていきますので、ね、皆さん、ついてきてくださいよ。ついてきてね。はい、モヤモヤを解くのはね、うん、自分自身に鍵はある。そうだそうだ。探求心。かっこいいですね、ノンさんね。ね人は探求心を持たないと。あ、なんかかっこよく見えてきた。よく見えてきました。キャーのさんがキャー。探求心です。いやだもう。さあ残り時間も残り2分となってまいりました。はい。はい。サビビクトリア、シーザレイ。はい。エンディングはビクトリアとお願いします。はい。席89度15分50.8秒。それが今の北極星ポラリスの位置。宇宙の中ではただの星でも地球にとっては大切な星。動くことのない道しるべ。北半球どこにいてもポラリスを見ればそれは北、位置がわかる。それでも道に迷うことがある。選択に迫られた時、壁にぶつかった時、心の中で迷う。そんな時何が道しるべになるだろう。暗闇を照らすだろう。もしかしたらそれは生きていく中で出会う人かもしれない。ポラリスと同じく人も光をもたらす。世界では1日に49万人の子供が生まれる。ハートのある人になってほしい。世界を照らす光になってほしい。北谷町 FM リレーからお届けしたアサミビクトリアのシースタデイ、50分間お楽しみいただけましたか？そろそろお別れのお時間が近づきました。アサミビクトリアのシースタデイ、パーソナリティはチャリウートロンとアサミビクトリアでお送りいたしました。この番組はオリジナルプリントウェア、マトエンタープライズ、戸口スポーツ、ジャンボステーキハンズ、ブーランジェリーアテットの提供でお送りいたしました。ラジオをお聞きの皆さん、最後までお聞きくださりありがとうございます。引き続き12時からの小沢かなとピータイムをお聞きください。カフーアラシミソーリーなんか今日は全部収まった感じじゃないですか。やったぜー。この声入ってたらしい。嵐味噌りまで入れたいよね。そういつも、うん、ジャジャジャなんですよ。そうなんですよ。言葉ね、素晴らしい、素晴らしいな。